対1じゃないと無理なんですよ、こればっかりは。そうだね、もうそれはもうだってもうサービス開始当初から絶対変わってないもん、ね、絶対変わってない部分なんですよ、はい。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。はい、矢田です。こんにちは。します。本日はですね、はい、ある動画のコメント欄にですね、はい、年間勉強計画と言ってたことが今違うくてどうなってんねんっていう話とかありました。僕の去年担当してた生徒の月間計画表をできる限りうち授業やってるんでそれを参考書に置き換えて話した動画があるんですけど、はい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 、それが年間の一番最初に言ってた方のと違うじゃないかみたいなコメントあって、言ってることが信用できひんみたいなコメントがあって、確かにあったな、うん、僕基本的にコメント欄結構見るじゃないですか、はいはいはい、でうわめちゃめちゃ辛辣なコメントされるなって思ったりだとか、あなんか僕をいじってくれてるなみたいな、はい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 、ちょっとファンついてきたみたいなちょっと楽しいコメントなんで厳しいことを言われても基本的に例えば動画が長すぎる要点だけまとめてくれ、あ確かにここちょっと打足多かったなとかって反省する部分多いんですけど、ちょっとねそのコメントだけはすみません見逃せないというか感化できないです。確かこの撮影をしてる日の前日と前々日にちょうど僕の持ってた生徒のスケジュールの動画をYouTube に上げたぐらいのタイミングなんですよ、はい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 、7月勉強法って、はい、うん、それでねちょっともうほんま何言うとんねんっていう風にちょっと言いたなりってですね、はいはいはい、まあでもそれは確かに危険ですもんね、はい、うん、まず一つ言っておくと前提条件として足りてない部分があったかなと思うんだけど、うちが言ってるこういう風なペースで進めたらいいっていうのは理想ですよ。カンカン同率マーチとか総計上智とかで万全な状態で受かりたい、言い方あるけど普通のめちゃめちゃ賢い偏差値が70何歩とかのめっちゃ高い子とかじゃなくて、偏差値55から62、3とかのレベルの子たちが受かろうと思ったら、それより下の子たちが薬膳合格しようと思ったらこれぐらいでは頑張ってほしいなっていう理想をあくまで言うてます。理想です。で僕がこの前話したやつっていうのはじゃあ理想と同じように高2の頃から勉強するとか高3の早い段階から勉強し始めこうの話ではなく、逆転も逆転っていう風な合格を重ねた、それこそ4月とか5月とかに入塾してくれた子を例に言うたら一番それが母数が多いのでうちも逆転合格する子ばっかりなのでっていう子を元に話してたっていうちょっと情報がなかったんで、僕もそれ前もって言ってなかったじゃないですか、うん、編集もなんか間違ってたしね、はい、計画を見せますって、はいはい、今はあのコメント欄の方にあの URL ついてると思います、はいはい、だからちょっとそこでみんなを混乱させてしまったのはまず申し訳ないと思ってるんですけど、うん、これは今 YouTube とかうち見たり、例えば他だったら武田さんとか見たりだとか、うん、いろんなネットの情報を得て参考書で勉強してる子に一つ言っておくと、うん、見てる視聴者何万人っていう人間が1万人聞いたら1万人に合った勉強のルートでも、1万人が聞いたら1万人に合った勉強法を話せることなんてないんですよ。このペースで行ってんのに成績上がらへんとか、この参考書使ったのに全然できるようになってないやんとか、うん、いやいや学びずもこんなん言ってるけど、いや自分は関先生のやつだけで成績上がったからそれだけでええやん、ファイナルなんかやらんでいいよとか、はいはい、まず異なる意見が出てる時点で絶対一人一人ペースちゃうじゃないですか、うん、だから僕は理想はよ、理想はだから6月末の段階、7月の一番最後の定期テストが忙しくなる前にちゃんと通試全部終わらせる、日本史とかやったらね、が理想なんですよ。やけどうちの生徒がじゃあほんまに全員その理想のペースで終わってるんやったら、いつから日本史やってんねんっていう話なんで、4月とか5月から勉強始めた子がたった2ヶ月で通試全部終わるなんてありえないんですよ。そうそうですね、ありえないんですよ、うん、1人によって全然計画とか立てるものが違う中で、うん、あくまでこう一般論で話してるのを全て自分が正しいかのように僕らもその思いで撮ってるんですよ。ちょっと心苦しいですけど、ハイパーの使い方これで言ってるけど実際は勉強時間的にきつい子は音読切ったりするけどなって思いながら言ってるんですよ。やけど、はい、やるべきやから言うのであって、うん、でもそんなん時間通りに無理だっていう子は削るんですよ計画から、うん、って思いながら喋ってるのに全部自分がやってる今のルートが正しいとかないんですよ。僕がみんなにこのうちのね塾のコメント欄がどんな風なもので溢れてほしいかって言ったら、僕こんな風な教材をこんな使い方でやってこんなことができるようになったから今こんな風に困ってる人は一つの参考にしてください。例えばよ、そんなできたコメントないかもしれないけど例えば自分はこういう問題があってこう伸びた、だからこんな風な人にはおすすめですよみたいなのを言ってほしいのであって、今この教材使ってるんですけどなかなか伸びま
ません、どうですかのコメントの返信がね、そんな参考書使っとってカンカン乗り継がれると思ってんのかとか、何それって思うというか、うん、なんか罵るって言ったらいいかな、うん、別に僕らのね言った失言とかを罵るのは僕らが悪いんで、もうそれはもうもちろん仕方ないことですけど、なんか生産性のないコメント欄になってても何の価値もないというか、すごく悲しい思いと怒りがこみ上げてきて、10人におったら10人に同じ指示をほんまに出してるんやったらあれですけど、僕の無料受験相談を例えば10個全部録音して全部 YouTube に流したら全部言ってることちゃうやんってなりますから、うん、なります、そりゃそうですよ、全員ちゃいますよ、うん、ハイパートレーニング1の使い方とっても、部活の時間が家帰ってくるのが9時、これはハイパーやらなあかんけど週2台がそもそも無理、1台やな、で1台やる中でこの子は後々英語中も苦手になりそうだから今のうちから音読させながら慣れていこうと思ったら週1台で音読付きの勉強法と勉強のペースになるんですよ、うん、ただ時間はあるし、この子英語長文得意なんやけど、あまりにも精読をおろそかにしてるなっていう子は音読切って週2台か3台のペースで精読メインでやらせるんですよ、うん、全部ちゃうんですよ一人一人。やから僕らが言ってることを全て正しい、 YouTube で発信している全ての僕ら以外の情報が全部正しくて、それ通りにやったら全員ハッピーになれるなんていうのは無理です。それは一般的に受かってきた子を抽象化したらこうなってるからこういうルートかなは教えてあげれるけど、じゃあその一本道をずっと一方通行で走る子なんていないから、元の道戻らなあかんかったり回れ道せなあかんかったり、同じ道を行くのでも歩き方がちゃうかったり、走っていかなあかん子もいれば早歩きの子もいればゆっくりゆっくり歩いていったらいい子もおるんですよ。でもそれを自分のやってる勉強が全部正しいとか、こんなん言ってたことと違う、言ってたこととちゃうの当たり前やん、俺たちはイメージしてるけどな、その画面の向こう側の子供たちをイメージして喋ってるけど、はい、対面してヒアリングができてないもんね。そうなんですよ、ヒアリングしてから始めるもんね絶対に、はい、やから通知が、例えばうちの生徒は理想のペースでは7月ですけど、うん、結局部活やってる子がうちの生徒やったらめちゃくちゃ多いから絶対理想通りにいかないんですよ、うん、やからうちの生徒は終わるの7月が多いって僕は言いますよ、そこは素直に、うん、そこで嘘ついてもしゃあないじゃないですか、ね、学びずもやっぱ通知全終わってんの、嘘ついてもしゃあないんじゃないですか、うん、やけど7月に終わったなら終わったで、それで間に合わせるための計画を僕らは自習コンサルティングっていう1週間に1回の面談でちゃんと修正かけてます。結局それってもう一人一人にやるしかないんやなって、そういうコメントを見るたんびに悲しくなるというか、うん、キーワードか今やるべきじゃないのにやっちゃってる子が多いとか、ハイパーの目的も分からずとりあえず文の構造解説もあんまりちゃんと見ずに長文演習ばっかりのためにやってるとかね、そういう子もめちゃくちゃいます、うん、絶対救えます、そういう子は少なからず勉強に意欲があってね、うちのこういう YouTube とかを見てくれて勉強を一人で頑張ろうと、もしくは塾に入りながらでもいろんな情報を得て頑張ろうとしてくれてる意欲のある子って、勉強のやり方とそこからさらに正しい勉強量とちゃんとした勉強の切り方、切り捨て方をちゃんと間違えなければ合格させてあげれるのに。学びズム、オンライン夏季特別講習実施中。自習コンサルと映像授業がついて25,000円、詳細は LINE に登録後こちらのボタンをクリック。 YouTube で一般論しか言えないからそれを鵜呑みにして落とし穴にはまっていく子たちが多いっていうのが悲しいなっていうふうにすごく思って、それこそうちのやつが例えばもっとこう無料受験相談を積極的にみんなが受けてくれたりだとかもそうだし、別にそのままうちに入塾しろって話じゃないんやから、夏季特別講習とかできる限り他の塾呼び込むとは比べもならないぐらい安い値段でやらせてもらってるつもりだし、なんかそういうふうにみんなが受けやすいように整えてきてはいるんだけど、やっぱりまだまだ自分でできるっていう風に思っちゃってて、でも実はできてないっていうのが明るみになって、でも10月とか11月とかになっててもう後戻りが効かないみたいなのがあるんですよ。でこの時期って多くの高校がコロナで後ろに行った定期テストとかある時期やと思うんですよ。だからそれ終わりでもいいし今すぐでもいいから、ちょっとでも今ね僕の言った一人一人に合った勉強法ってどんなものなんだろうが想像つかなかったり、じゃあ今自分がどんな状況でほんまに自分に合った勉強ができてんのかなっていうのが分かってなかったり、例えば塾に通っててもいいよ、塾に通っててもその答えを見せてくれない塾めちゃめちゃ多いから、めちゃくちゃ多いよ思ってるより。ほんまになんで文法の使う問題集がネクステとかっていう復習用の教材使わずにレベル別で文法一緒やらすん、リード問題集みたいに受験で全然知識足りひんやつやらすんってずっと思いますもん。やっぱり悲しいなるんすよマジで。コメント欄見ててもそういう、今回オンライン夏季特別講習申し込んでくれてその勉強でやってたかと。だから僕はいつもそういう時は聞くんですけどね、塾の先生に例えば法政大学行きたいってほんまに言ってるって聞くんですよ。言ってますみたいな。
で、その先生に法政大学がどういうレベルだかこの教材でいいよってなんて言われてるの、何も言われてないです、え、なんでそれやってるの、とりあえず課題出されてるんでとかね。それとマナビズムの自習コンサル一緒にされるのほんまつらい、ほんまつらい、いやもう全然ちゃうもんね、それは全然つらい。体験とか来ても他の塾でも計画立てるみたいなことはやってくれるんでみたいな、いやいや映像授業のペース決めるのなんかもう計画の指示ちゃうよ、そんな AI でなくなる仕事やからマジで。そうなんですよ、うん、だからもうほんまね、一人一人に合ったものを提供したいってマジで、そういうのを見るたびにコメント欄とかでもそういう風に自分のやってる勉強が全部正しいみたいなのとか、基礎とか固まってなくても早慶いけるっしょみたいな、ありえへんからそんな、結局そういう少数派の意見でもそもそも合う人もいないし、多数派の意見は合うことも多いけど、そこから引き算もしたり足し算もしたりとかそういうのをしていかなあかんわけですよ。でうちが1対1の自習コンサルティングっていうのをこだわってる理由はほんまそこにしかないんですよ。こんなんでもうほんま汚い話しますよ、お金だけのこと言うんやったら人件費のこと考えたら僕が1対100で勉強法のこと言ってる方が安いんですよ。そうですね、安くつくに決まってるじゃないですか、そっちの方が。やけど1対1じゃないと無理なんですよ、こればっかりは。そうだね、もうそれはもうだってもうサービス開始当初から絶対変わってないもん、絶対変わってない部分なんですよ、はい、もう1対2とかでもきついっすよ。1対1でやるから一人一人に合った勉強時間から逆算されて、現代文2台ほんまはやってて欲しいけどきついから1台にしよう、ほんまは文法1ヶ月で終わらせてほしいけどあまりにも英語と社会のペースが遅いから古文もうちょい遅らせようみたいな、全体の設計から1週間単位の過ごし方、1冊の教材の使い方、全てにおいて人それぞれに合ったものがあります、あるんす。でそれをやっぱり示すために1対1のそういう1ヶ月間受けてみて、みんなの人生を変えるっていうことをテーマに僕ら夏季特別講習をやってるんで、今困ってるというか、そもそも今言われたことがぐさっと刺さってやろうかどうか悩んでたけどほんま自信ないからこの1ヶ月で変わりたい、夏定期テスト終わりブーストかけたい、エンジンフルスロットルで頑張りたいっていう人はね、もうぜひまだ間に合うから、ちょっともう満席近くなって、例えばじゃあ10人15人20人と申し込みが来て、じゃあ全員分かったって言ってやってあげれるかほんまに分からへん、もうそれだけは申し込みの限度があるからね、僕たちも1対1でできなくなる人数の上限がやっぱありますから、スタッフの数があるんで、それも1対1にこだわってるからこそなんですけど、だからそういうところで今ちょっと不安があったり自信のない子はもうぜひ1回1ヶ月絶対後悔させへんから、で僕がやってる YouTube と言ってることちゃうやんってなってください、 YouTube と言ってること一緒やんってなったら僕そのスタッフ叱りに行くんで、全員に同じこと言ってるのかっていう話になるんで、もうそうじゃないんでマジで。逆にねこの動画見てる学びズム生は、今井先生と矢沢先生が言ってたこととちゃうみたいな、来たんすよライブ配信の後来たんすよ、いやけど信じて信じて、間違いなくスタッフが言ってることは正しいから、コンサルを担当してる先生が言ってるのは正しいから、だからぜひ今自信がない悩んでるっていう人はまだまだ待ってますんで、夏季特別講習の申し込みお願いします。正しい勉強法と正しい勉強量で正しい努力で逆転合格しましょう、ほんまにそれだけを願ってます。あとはもう僕が言ったコメント欄とかね、意識しながらコメントしてみてください、人間力上がりますからねよろしくお願いします。矢田先生なんかないですか、僕ブワー話しましたけど。いやもうね、一つ言うとすれば嬉しかったかな、今井がそういうのが嬉しかったかな自分で作った塾やけど遠くから見てってもなんかめっちゃいい塾やなってやっぱ思うから、そういうところはどんだけ大きくなっても変えたくないなと思った。間違いないです、まあそういうことです。はい、ありがとうございます。もうぜひ参考にしてください。申し込み待ってます。コメント欄もいいコメントで溢れるようによろしくお願いします。それではこの動画ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。